国立国会図書館図書館研究所は1986年6月に国立国会図書館図書館協力部に設立された研究所。国立国会図書館の図書館学資料室と秘書研修機能を統合して設立された。後に廃止されたカレントアウェアネスの編集を1986年6月から2002年3月まで所管した図書館研究シリーズを編集した。 設立時の組織は、所長1名、主任秘書1名、図書館情報係3名、研修係2名、客員調査員1名、兼務若干な。AB 丸山正二郎、図書館、情報サービスにおける研究開発の必要性、1986年図書館、研究シリーズナン、no. バー 36T182。 坂本博史国立国会図書館2000年1月から2009年6月まで図書館会61384から3972010年1月1日図書館研究所での編集業務を終了するにあたって平野美恵子カレントアウェアネスナンバー 2712002.0320AB 図書館研究所構想と その実現1999年図書館、研究シリーズナン、no. バー 36P212 から218、国立国会図書館50年史本編第5章第1節、第3項。ありがとうございます。